依頼の掲示板ってこれのことかな。ライザじゃないか。何やってるんだこんなところで。あ、ボス。ボスこそ何を。俺か。俺は仕事を探しに来ただけだ。え、ボスも。お前も同じ用事だったってわけか。ちょっとそこで話そうぜ。ライザも俺やタオと同じ洗礼を受けたか。この町何から何まで高すぎるよ。あの家賃本当の金額なのかな。もう俺もこっちに来ていろいろと痛感したぜ。空剣島は大して金も流通してないようなど田舎だったってな。ひょっとしたら島中の現金かき集めてもこの町の家賃1ヶ月分にも届かないんじゃないか。それは大げさだと思いたいけど、村じゃお金じゃなくて物々交換も多かったしね。あら、いらっしゃい、ボースくん。こちらはライザ・リンシュタートです。ライザでいいですよ。私はゼフィーヌ、よろしくね。二人で何の話をしてたの。色っぽい話。違う。お金がないねって話で。あら、ボス君の彼女さんかと思ったからてっきり。色っぽいんじゃなくて湿っぽい話だったのね。こいつ俺と同郷なんだ。で、金がないって言うからさ。それにしてもまさかボスまで仕事探してるとはね。はあ、先が思いやられるな。お前も金で苦労したくないならやった方がいい。タオのやつもよく探してたぞ。もっともあいつの場合はここで家庭教師の仕事を見つけてからうまいことやってるみたいだもんな。そうそう、パティのね。ボス君は力仕事が多いわよね。金払いがいいからな。ライザならやっぱり錬金術で何か作ったりするのがいいんじゃないか。そうなるかな。できそうな仕事があればだけど。ねえ、その錬金術っていうのは具体的に何が作れるのかしら。一口に何とは言えないけど、大抵のものは作れるんじゃないかな。
錬金術を扱うならってゴルカーさんがここの掲示板のことを教えてくれたんだ。ボルカーさんが？錬金術のことはわからないけど、ボルカーさんの紹介なら疑う余地はないわ。きっとあなたにもできる仕事はいろいろあると思うから見ていって。これから頼りにしちゃうからお願いね。こっちに来たばかりならこれあげるわ。お店の使い古しだけど。ありがとう。広くてすぐ迷いそうになるから助かる。さて、俺も人のこと気にしてる余裕はないんでな。うまくやれよ。お金を手に入れられるなら生きてはいけそうかな。だいぶギリギリな気はするけど。一度部屋に戻ろう。広がったよ。ここはちょっと危ないかも。ここが遺跡。すっごい冒険が待ち構えている予感がするよ。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。みんな気をつけて。そこだ。はあ、そこだ。連絡よ。はあ、ライザー任せた。そこだ。はあ、そこだ。よっ、はあ、せーの。よっ、はあ、はせーか。連続よ。そこだ。よっ、はあ、そこだ。よっ、何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ。よっ、はあ、せーの。そこだ。よっ、はあ、ライザー任せた。連続よ。そこだ。よっ、はあ、
ちょっと強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。あった、これこれ。サラサラっと。砂は簡単に取れるからありがたいな。あった、これこれ。あった、これこれ。あ、これ使えそう。てん、なんだ、余裕余裕。そこだ、よっしゃ。はぁ、正解、連続よ。そこだ、よっしゃ。はぁ、ライザー任せた。あ、僕が行く。そこだ、よっと、はぁ、正解。そこだ、よっと、はぁ、そこだ、そこ、はぁ、楽勝楽勝。さあ早く進もう。あった、これこれ。石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。えい、てん、はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ、よっと、はあ、はっ、せーの、連続よ。はあ、ライザー任せた。そこだ、よっと、はあ、せーの、連続よ。そこだ、よっと、はぁ、そこ、はっ、そこだ、よっと。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。てぃゃー、宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。すごくいい形の石だ。けどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。ザクザクっと。てやー、てやー、遺跡探索で何度も見てるからかな。てやー、敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はぁ、連続よ。ライザー任せた。そこだ、よっと、はぁ、そこだ、よっと、はぁ、そこだ、よっと、はぁ、連続よ。そこだ、よっと、はぁ、どいて。
たちの勝ちだね。もっともっと強くなるぞ。取るのは無謀だったかな。すごい、こんなところがあったんだ。神秘的な力があるのか。神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか。謎だな。よいしょっと。てやー、水って重いんだよね。てやー、えい、ねえ、どこに行くのさ。目先の問題はなんとかなりそうかな。でものんびりはしてられないよね。このままじゃいずれ自利品になっちゃう。肝心の遺跡調査は始まったばかりだし、タオが調べるとは言ってるけどすぐにはな。あたしじゃ何も手伝えないし、この道具も謎。少し動いてる気が。ああもう、わからないことだらけだよ。モリッツさんに頼まれたあの石も。実は石じゃなくて卵だった。フィフィ、それが何かのきっかけで帰ってしまった。噛みついてきたりはしなそうだな。フィフィ、あんた私が怖くないの？なんか急に可愛く思えてきちゃったよ。ちょっと待っててね。確かこの辺りに入れておいたような。あったあった。うん、似合う似合う。あとは名前を決めないとね。しよう。どう？フィー。フィーフィー。よし、今からあんたの名前はフィーで決まりね。あたしはアライザだよ。よろしくね。フィー。よろしくとは言ったものの、この生き物なんだろう。こんなの初めて見たし、一番こういうのに詳しそうなのは
タオかな。やっぱり聞いてみるか。着替えだ。いいでしょう。着替えだ。いいでしょう。着替えだ。何にしようかな。どこに入れようかな。何入れようかな。何を入れよう。入れてから考えるのもありかな。どれにしようかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ何を入れよう。しようかな。どれもよくて悩んじゃうな。これでどうだ。悪くないね。入れる場所は。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。いろいろやってみたいな。何入れよっかな。何入れよっかな。何入れよっかな。どれもよくて悩んじゃうな。さあ何を入れよう。何にしようかな。
入れる場所は。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。いい感じ。さすが私。何にしようかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。どれもよくて悩んじゃうな。いっけー。じゃーん。こんな感じかな。入れる場所は。さあ、何を入れよう。何を入れよう。お、いい感じかも。これでどうだ。いい感じ。さすが私。どこに入れようかな。何入れよっかな。どれもよくて悩んじゃうな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。どれもよくて悩んじゃうな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。うまくいくかな。うんうん、悪くないね。
一人暮らしはしてるけど、魚はさばけないから期待しないでね。いらっしゃい、ライザ。はっ、に、匂いに誘われてつい。はっ。何か食べてく？そうしたいんだけど、今ちょっとお財布が寂しくて。あらあら、ならちょうどよかったかもね。ちょうどいい？実はね、新作料理の試作品があるんだけど、味見をしてくれる人を探してたの。味の保証はない代わりにタダ。どうかしら、味見してみる？わかったわ、すぐ持ってくるわね。私のお腹と会話しないで。
ちそうさまでした。お腹いっぱいだよ。お粗末さまでした。それで料理の感想は？文句なし、とっても美味しかった。ボリューム満点だから私のお腹も大満足。よかった、マスターも喜んでくれると思うわ。マスター？あ、そっか、料理はゼフィーヌさんが作ってるわけじゃないんだ。そうね、私は接客担当だから。接客担当って、このお店の接客ゼフィーヌさん一人で回してるの？そうなのよ、散々言ってるんだけれど、マスターが全然人増やしてくれなくて。お客さん来るのに一人で回してるなんて結構大変でしょ。お世辞にも楽とは言えないけど、大変とは思わないかな。だって私ここのお仕事大好きだからね。毎日楽しいわよ。そっか、自分のお仕事をこんな風に言えるのってなんかかっこいい。聞きたいことがあるんだけどさ。やあライザ、どうした？何それ？聞きたいのはまさにこの子のことなんだけどさ、この生き物なんだかわかる？おい、近づけるな。さすがにちょっとわからないかな。生き物には詳しいわけじゃないし。モリッツさんから調べてほしいって預かってた石が、実は石じゃなくて卵だったみたいなんだよ。そうだ、ボスなら知ってるんじゃないの？石だと？ああ、あれか。以前父さんに何回か見せてもらったことがある。うちの先祖が昔どこか遠くで手に入れて持ってきたものとだけ聞いている。あれ卵だったのか。どう見ても石にしか見えなかったが。そっか、でもどうしよう。モリッツさんから調べてくれって言われてたけど、こんなになっちゃって。そのうち忘れるだろう。ほっとけよ、お前が気にすることはない。そう？ボスがそう言ってくれるならいいけど。よかったね、フィー。フィー？名前までつけて飼う気満々か。いいじゃん、僕もちょっと気になるし。返事してるみたい。なんか嬉しそう。好きにしろ、別に俺が飼うわけじゃないしな。ライザ、もう一度行ってみない？あの遺跡に。
どうしたの急に。フィーだよ。確かあの遺跡でフィーというか卵が何かに反応していただろう。もしかしたらこの前とは違う発見があるかもしれない。フィー自身が何かに反応するとか。この子が？でも確かに。じゃあもう一度行ってみようか。ボスはどうせ来ないよね。パティはどうなの？パティ、今は学園の課題で忙しいみたいなんだ。だから。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。この花、ライザが喜びそうだ。錬金術に使うという意味で。ティア！はあ、これなら大丈夫そうだ。連続よ。そこだ。よっ。はあ。よっ。はあ。そこだ。よっ。はあ。ライザ、任せた。正解。そこだ。連続よ。楽勝楽勝。さ、早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。綺麗な花だけど、ごめんね。よい、素材に使わせてもらうよ。なんだ、余裕余裕。そこだ。よっ。はは。楽勝楽勝。さ、早く進もう。新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。あった、これこれ。はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。正解。連続よ。そこだ。よっと。せーの。楽勝楽勝。さ、早く進もう。
島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。美味しそうな食材が手に入った。まあ錬金術に使うんだけどね。なんだ余裕余裕。正解連続よ。そこだよっと。はあ、せーの楽勝楽勝。さあ早く進もう。余裕余裕。さあ始めるよ。そこだよっと。連続よ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。こうして改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。ザクザクっと。えい、たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。虫嫌いの僕に虫の巣なんか持たせないでよ。え、はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだよっと。はあ、正解連続よ。そこだよっと。はあ、ライザー、任せた。そこだ。よっと。はあ、連続よ。はあ、そこだ。よっと。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。せーた。はあ、そこだ。よっと。どいて。そこだ。よっと。はあ、そこだ。よっと。連続よ。はあ、そこだ。よっと。はあ、せーの。ライザー、任せて。そこ。ライザー、任せた。そこだ。よっと。はあ、連続よ。そこだ。よっと。はあ、ふう、先に進もうか。てや、はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ、ライザー、任せた。そこだ。よっと。はあ、正解連続よ。そこだ。よっと。はあ、さあ始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっと。はあ、正解楽勝楽勝。さあ早く進もう。こっちの木は島で採れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。
大丈夫そうだ。そこだよっと、はぁ、正解、連続よ。あ、そこだよっと、はぁ、正解、任せた。そこだよっと、はぁ、何を使おうか。一気に行くよ。僕が行く。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。光ってるね。やっぱり卵の時と同じだ。うん、それに心なしか元気みたい。フィー、せめて言葉が分かれば。まあそれは無理な相談か。これもまた動いてるね。何かを計測する装置みたいな気がするんだけど。とにかく進んでみよう。今は遺跡を少しでも調べるのが先だよ。いいな、いいな、探求心くすぐられるよ。魔臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。前に来た時はこんなのなかったはずだ。やっぱりフィーが何かの鍵なのか。なんか眩しい。我が人生最大の探検はここが終焉の地。水浴の羅針盤、光の幻獣に導かれここに至ったが、ここか、何かが足らぬ。何が足らぬのか。誰？ライザ、大丈夫？何だったんだろう、今のは。誰かの声がした。
これは幻影みたいだ。幻影？実体のある人じゃなくて何か幻みたいなものを見せられているんだ。一体どういうことなんだろう。それにそもそも誰なのよ。ちょっといいですか。特に反応はなさそうだ。さ、一瞬なんだけど声が聞こえたような気がしたんだ。声っていうか言葉？直接頭の中に響く感じだったんだ。自分の探検はここで終わりだとか、追憶の羅針盤とか、光の幻獣とか、この人の言葉のような気がしたよ。なんとなくだけどさ。それからこれ、追憶の羅針盤ってこの道具の気がする。わからないけど遺跡の探検に使う何かじゃないかな。光の幻獣っていうのはひょっとするとこの子のことかも。なんか反応してたし。はあ、すごいね、ライザー。僕にはそこまでわからなかった。まあそもそも僕には言葉が聞こえなかったけど。そうなの？光っていた欠片は僕にも見えていたけど、触っても特にそういうことはなかったな。どうしてライザだけが。もしかしたら他に手がかりがあるかも。そうだね、ちょっと探してみよう。錬金術に使ってよーし、食べてよーし、取れた。あった、これこれ。この手がかりからどんなことがわかるかな。
さかこっちでも神秘的な宝石が手に入るとは思わなかったな。ティア捕まえた。かわいそうだけど錬金術の素材になってもらうね。メモで整理した方がいいかも。前にこんなの撮ってたような。遺跡の謎も解けるはずだよね。もっと情報を手に入れないと。どう、ライザ、何か分かった？多分ね。一度調べた情報をまとめてみよう。推理の準備って。分かっちゃったかも。
私が知ってるのは。もしかしてこれって羅針盤の持ち主だった人の思い出？私が知ってるのは。そっか、だから思念が強く残ってる遺跡の中でだけ羅針盤が反応するんだ。これの情報は…そっか、難しく考えすぎてたみたい。これは…違うかな。この人は幻獣に導かれてた。大いなる研究か。どんな研究だったのかちょっとだけ気になるかな。まだ推測の息は出ないけど、ライザの話で見えてきたことがある。この人が僕らと同じようにかつてこの遺跡を調査していたってことだ。昔いた人なのか今でもいるのかは知らないけど、いずれにしても前に調査して諦めた。それでこんなしょんぼりしてるのかな。かもしれない。それから追憶の羅針盤とフィーが遺跡を攻略する鍵だという可能性があるということ。羅針盤はともかく、まさかフィーが鍵だなんて。何これ、装飾品じゃないよね。装飾品か。見方によっては何かの鍵のようにも見えるね。ただの瓦礫やガラクタと片付けるには出来がしっかりしすぎてると思う。それにここに落ちてたんだ。何か重要なものかもしれないし、持っていこう。いずれにせよ前も話したけど、ここ以外にも遺跡があるはずなんだ。手帳に書いてあったでしょ、渓谷の底の乙女は起こしてはならぬって。あれって渓谷に遺跡が眠っているって意味だと思うんだよね。だからどこか谷とか渓谷の近くを探せば見つかる気がするんだ。他の遺跡も見つけられれば僕らも真実に近づけるはず。じゃあ何にしても他の遺跡の情報を集めないとね。ひとまず町に戻ろう。
準備っと。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。はあ、そこだ、よっと。はあ、スライザー任せた。そこだ、よっと。はあ、はあ、よっと。はあ、どいて。よっと、はあ、はそこだ、よっと、はあ、正解、連続よ。そこだ、ライザー任せた。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。走れ炎よ。そこだ、よっと。はあ、はそこだ、よっと。はあ、そこだ、よっと。はあ、さあ始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ、よっと。はあ、せーの。そこだ、よっと。はあ、ライザー、どいて。任せた。あたしたちの勝ちだね。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。余裕余裕。はっ、そこだ、よっと。はあ、正解、連続よ。はっ、はそこだ、よっと。はあ、正解、ライザー任せた。そこだ、よっと。はあ、どいて。そこだ、よっと。はあ、正解、連続よ。任せた。はそこだ、よっと。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ティア、はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ、よっと。はあ、はあ、はそこ、正解、連続よ。はあ、ライザー任せた。はあ、そこ、よっと。はあ、はあ、そこだ、よっと。はあ、そこ、僕が行く。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。うん。
いいでしょう。いいでしょう。着替えだ着替えだ。